山梨放送アナウンサーの森田恵美です。今日は今中さんと一緒にお伝えしていきます、はい、よろしくお願いします。来年の7月に東京オリンピック自転車競技ロードレースが山梨県内で開催予定ですが、はい、そこに向けてサイクルラリーがっていうキャンペーンがあるんですよね。はい、そうなんです。2つのコースが、ね、あるということで、そう、一つはですね、はい、峠を走っていくんですが、それがねオリンピックのコースに組み込まれた本当に勝負どころの峠なんですね。なるほど。だから本当に全力で走らないといけないし、うん、そうじゃないとこなせないようなきつい差がある。まあ、一つだけでもね、うんうん、走ればいいかなと思うし、プロが走る峠ってことですよね。そうですね。山伏峠とかは皆さんでも走れるところですし、はい、あと籠坂ね、本当に馴染みの峠ですよね。そこぐらいは山から走っていけるんです、うん、ただ一つ残された三国峠は 20% の勾配で、もうコンクリートのディンプルの模様がついてるようなコンクリートあるじゃないですか。ありますよね。そこを登っていくんです。はー、それはまた険しそう、うん、かなりきついで、選手はここをですね、はい、飛ぶような勢いで走っていく。だからオリンピックも本当に見てほしいですし、うん、皆さんもね、やっぱり走っていただければ、ちょっと体力自信あるっていう方は走っていただければ、チャレンジしてみてください、うん、その気持ちになると思います、はい、あと富士五湖ね、はい、富士五湖を巡るコースは、はい、これは本当に走ってもらえれば、うん、もう感激する、 そうですよね、そんなコースです、うん、今日も走りましたけど、ね、山中湖をね、うん、走ってきました。すごく綺麗な、ね、光がね、本当に感動しました、うん、よかったですよね。でそれぞれの湖が本当に個性があって、うん、自然そのままの西湖とかね、庄司湖、あと本栖湖のね、雄大な千円札の富士山とかね、はい、雲かかっててもちょっと夕方まで待っとくとかってしてると、うん、本当に絶景見えるよね。いいですね。山梨ならではの季節がね、季節とか風景が楽しめますからね、はい、山中湖も、はい、そして川口湖も寄ってください。はい、皆さんもぜひね走ってみてください。詳しくは8月31日の全身山梨でお伝えします。ご覧ください。